エーブラハム・チャールズ、エーブ・ビゴダはアメリカ合衆国ニューヨーク市生まれの俳優、声優である。1921年にニューヨーク市に生まれる。両親はロシアから移民してきたユダヤ系移民だった。1949年からテレビなどへ出演し始めて、1965年にニューヨークを舞台にしたスリールームズ・イン・マンハッタンというフランス映画で映画デビュー。 1967年にはブロードウェイ部隊デビューも果たして役者としてのキャリアを順調に積んで行き、その後1972年にフランシス・フォード・コッポラ監督のゴッドファーザーに出演したあたりから徐々にその名が認知され始めた。ユーモラスかつその確かな演技力でエミー賞に3度ノミネートされた。また現在までの出演作品は t v 映画を合わせて90本以上にも上り、80歳を超えて、なお精力的に活動を続けていた。1982年に、米人気雑誌のピープルにおいて死亡したと、誤報される。そのことで、ビゴダは、ユーモアも交えて、その報道を否定。しかしそのことを逆手に取り、コナン・オブライエンや、デビット・レターマンなどが司会を務めるトークショーで、ジョークとして取り上げることがあった。 2016年1月26日、ニュージャージー州の娘宅で睡眠中に老衰のため死去。ありがとうございます。